国民の方は、きちんと払っているのに、海外の方々はこうなっているどうなっているんだという声が上がって当然だと思うんですけど、これに対してどういう対応を取られるか。その中には今委員おっしゃっていただきましたように、未収金、これは請求日より1ヶ月経っても 診療費の全額が払われていない状態というものを未収金と定義をいたしました調査項目もございます。この未収金の背景には言語や文化の違いなどもあるというふうに思っておりますので、私どもとしては外国人の方々 の医療環境、その受け入れ環境を進めていくという意味では、いわゆる通訳についてのサービスを、手厚くする、あるいは医療観光等の関係の方々と連携をして外国人の方々に対するワンストップのサービスを行う、あるいは医療コーディネーターの方々の養成をするなどの手配取り組みを進めさせていただいているところでございます。